はい、2008年11月12日6時7分を回りました。今朝も始まりました MC 島のモーニングコンシェルジュでございますけども、明るい話題、そして、皆さんの質問によって番組を作っていきたいと思います。今朝の明るいニュースから、こちら、車ごと 200m 転落、3日後キス、本当に運がいいついてる方でございます。岐阜県海津市の県道で、ドライブを楽しんでいた男性の方なんですけども、ウサギのような、ね、小動物がなんかどうも目の前をさっと駆け抜けたらしく、ハンドルを切ったまでは良かったんですが、ガードレールの隙間からずるずるっと 200m 下の崖まで転落してしまったということでございます。2日間はね、ツルなどにこう絡まってドアが開かない状態で車の中で過ごしてたらしいですけども、3日目になってね、これじゃまずいということで、なんとかドアをこじ開けて、外に出て、卓儀なんかもね、してたらしいですけど、なかなか気づいてもらえず、しばらくすると、もう本当に運命のね、女神さんですね。車で通りかかった女性が、なんとその方に気づいてくださいまして、それで、助けを呼んでもらって、一命を取り留めたということでございます。本当にこう、運がいいと言いましょうかね。周りのツタヤなんかでこう絡んでくれたおかげで横転したりとか大怪我につながらなかったことが、今回の救出劇につながったようです。本当におめでとうございました。続きまして、質問コーナーです。はい、なんで地球は回るんですかという質問でございます。これはね、地球ができる時に遡りますね。もともと宇宙ガスっていうのがあって、そういったものが冷えて固まっていくときに微惑星になっていくと、ここの過程がすごくこう大事で、これ太陽系ですよ。太陽系のあたりのこのど真ん中はたくさん集まったガスで、これが太陽になっていったんですけど、そのガスがね、こういうふうに渦を巻きながら固まっていったってことです。で、その時のこの回転の名残が、地球のこのね、自転の名残だったりとかする。太陽系の惑星なんか公転、これ逆走してるのないでしょ。よく考えてみたら、こういう方向にみんな動いてるじゃないですか。ね、それは元々のガスの回転方向だったということです。もちろん自転までね、こんな風に綺麗に地球みたいな、タイプで回ってるっていうのは、そんなに多いわけじゃありませんけどもね。地軸の方向がこういう方向になってしまったりとか、逆回転してる星もありますけども、でも多くの星やなんかはそのガスの塊の回転の名残として自転も、しているんだよというのを覚えておいてください。こんなね、素朴な質問で結構でございます。ありましたら mc@shinma.jp まで、ご連絡ください。じゃあ明日もよろしくお願いします。